田さん、夢の中で死ぬっていう経験、私もあるんですよ。何度もあるんですけども、その中でね、よく思い出すのが、この世の中が終わるよっていう時に、まあ、自分もそれにつられて死んでしまうっていう結末ですよね。だから自分以外の生命も一度に消えるんで、それはそれで諦めがつくんですけども、確かに夢占いで何か大きなこう切り替えをしようと思った時に、今までの自分が、 死ぬここととをを暗暗示示すするるる新しく生まれ変わっっていうのはあったかもしれませんその時私はねあの世界が終わってまずはね世界から光がどんどん消えていって真っ暗になっていくんですよ。で真っ暗になっていって最後まあ世界っていうかね地球の果てがあってそこに残された人と一緒にもう飛び込んで終わりみたいなねことで最後あここを飛び込んだら無に帰るんだなとそこには苦痛も 痛みもないんだなっていうところでじゃあ最後にあの行きましょうか最後に隣の人とね誰かそこではまだ誰かは分かんなかったんですけども手をつないででで飛び降りるところで終わったんですよまあきっとその手をつなぐその先にいる人っていうのが当時は見えなかったのが、まあ、一生一緒にいることを決めた人とかねあの命運を共にする人っていう意味でそれがビジネスのパートナーなのかかけがえのない友人なのか。 家族みたいなね奥さんみたいな人か分かりませんけども当時まだ大学生だったんでねでエホバの商人の、あのー、その聖書研究を受けてる時に同時期にそういうのがあったんでええー、ねあのエホバの商人の方に話しましたねそういう経験があったってことそしたら「ああそうなんですか」って聞いていただいたんですけども、うん、まあアルマゲドンっていうのがあるとしたらねこういう風になっていくのかなとかあのー、雑談した覚えがありますそれでねもう 吉田さんもこの前言ってましたけどももういつ死んでも後悔ないわけなんですよこれは本気なんですよね私もそうだし多分吉田さんもそうでしょうもうねやるだけやったことはあるしうん、なんかその積極的に自分から命を閉じようと思わないけどもでも今日人生が終わってもいやーやるだけやったぜみたいな気持ちあるじゃないですかだからこそまだ生き残っていたいっていう力が湧いてきますよねだって苦痛で苦痛でしょうがなくてもういいやってんじゃなくていやーもうすごいハッピーだったよと これからもいろんな問題が起きるかもしれないけども、全部解決できそうだなっていう気持ちを持ってるんで、何も怖くないんですよ、未来に向かうことが。それこそ、怖いことや辛いことも、克服する楽しみっていうのに変えていけるんでね。これもいい経験だよね、みたいな感じで。だから、後悔がない人生を手に入れたからこそ、もっともっと長生きしたいっていう気持ちが出てくるんですよね。面白いですよね。不満がないから、もういつ死んでもいいと思うから、そのぐらいハッピーだから生きていたいみたいな。 なななるんじゃいいかなと思いますで今回ね「夢」ということでお話ししましょうか「夢うつつ夢現実」って書きますけどねちょうど吉谷さんの現「現実」の感じに即してでいいんじゃないかなと思いますいってらっしゃい。